標高およそ1100メートルの草千里では未明にかけて降った雪で銀世界となりました。先週土曜日に行われた野焼きで真っ黒になっていた草原も真っ白となり、春から冬へ季節が逆戻りしました。びっくりしました。まさかこんなに綺麗に積もってるとは思ってなかったです。もう野焼き跡だったからです ね、 そうですね、真っ黒ぐらいをイメージしたんですけど、もう真っ白ですごい大満足ですけど寒いです。今朝の最低気温は阿蘇市乙姫で 0.7 度と冷え込みましたが、1ヶ月以上ぶりの雪化粧に乗馬クラブの馬たちは草原を駆け回っていました。今日日中の県内は穏やかに晴れる見込みで、予想最高気温は熊本市で16度など春らしい陽気となりそうです。